マスオゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、先日セガの本社にね伺わせていただきまして、ソニックフロンティアというね11月8日に発売されるゲームを先行体験させていただきました。でも簡単に言っちゃう、もうね、神ゲー、マジで面白い、本当面白いねゲームでした。で、そんなね、あのソニックシリーズ最新作のねゲームを皆さんにね今日はご紹介していきたいと思うんですが、残念ながらですね、僕がねその先行体験させていただいた時のゲーム画面はまだ皆さんにお見せすることができないので、今日はですね、あの公式 PV ですね、そのソニックフロンティアはこんなゲームですよっていうねプロモーションビデオ、さらにね、あの先日ゲームズコンっていうね、あのゲームの大きいイベントがね世界であったんですけど、その時に発表されたソニックフロンティアのゲーム画面などを皆さんにねお見せしながら、ね、実際にこうプレイさせていただいた感想も踏まえながら、まあ皆さんにねご紹介していきたいと思います。本当面白いゲームだったよ。はい、早速セガね、ソニックチームと書いてありますが、プロモーションビデオねいくつか見ていきます。でソニックといったらね、やっぱりこの加速だったりね走っているっていうのがね印象的だと思うんですが、今回のねこのソニックはですね、もう自由な世界をこうね走り回れる、さらにその中にねアクションがあったり、こんなね大きい敵と戦ったりなど、もうねすんごい盛りだくさんな、そういうねソニック最新作になっております。ということで一つ目のねあの PV が終わりました。はい、では続いてソニックチームとまた書いてありますが、次はお、またソニックが走っているんですが、後ろから何やら追いかけてくる敵なのかながいると、もうこれ映画ですよね。もうわーやばいと思ったら、こっから加速、これがソニックですよ。で今までだったら、まあ、ソニックって言ったらどっちかって言ったら皆さんねタイムアタック、一本道をさダーッとさいかに早く進めるかみたいな、そういうイメージがソニックってね大きかったと思うんです。僕のイメージもね実際このゲームをねプレイするまでそうだったんですが、今回はこの今実際に見ているこの世界を自由に走り回ることができるんですよ。ここも本当に走り回れるのね。でここら辺をねあの僕ねプレイさせていただいたんですけど、もうね自由で楽しいのよ。うん、あ、そして何やらすごそうな敵が現れたというところで PV が終わるかなと思ったら、うおーとでかい、一体何なんだこの敵はというところで次の PV に行きましょう。僕ね実際にねあの敵とは少し戦わせていただきました。で続いては少しね可愛いねこういうキャラクターが出てきましたね。少しっていうか普通にめっちゃ可愛いですね。そしてあ、何やら彼女はまだ知らない、彼女とは一体、お、出てきました、謎の存在ですね。で今ねソニックがこう手を当ててるんですが、ここに来ると今までのねこうソニックこういうタイムアタックだったりとか、こういうその今までのソニックの良さもなんとこのゲームでは楽しめるんです。そのオープンね的なねこういうワールドだけだと今までのさソニックの良さってさ半減されちゃうかもしれないじゃないですか。でもね今までの良さも生きてるってのがこのソニックフロンティアなんですよ。で何やらねあのこう幽閉されているね人がいる。そしてこれがねその自由なねオープンなね世界での戦いになります。でスキルもねたくさんあって、これねサイループっていうそのね光るね走りながら光るんですけど、それをね円にすることでまあ攻撃だったりいろんなね謎解きもするっていうねそういう手段になるんですけど、おなんだなんだ、さらになんかすごい敵が出てきたという運命を切り開くソニックフロンティア、いろんなね、ゲーム出てます。そして予約で早期と購入特典がもらえるということなんですが、はい、こっからがですねゲームズコンでね初めてねこれもう最新の動画です。
なんですけど、皆さんにね、ようやくお見せすることができるっていう。これが、円にして、で、再ループって言って、これでね、攻撃したり、本当に謎解きしたりするんですが、いかがでしょうか。まるで、ね、こういうリングみたいなところで、敵とね、こうバトルすることができるし、これは多分、おそらくスキルを使ったんじゃないかな。これはね、僕、スキルはね、使うところまでは、体験させていただけませんでしたね。こういう。で、世界もね、いろいろあるのよ。で、今さ、ここを見てみると、こう、荒野的なところだ、じゃないですか。で、これ以外にもね、いろんな世界があって、うわ、いくつもの世界で自由に動き回れるって最高じゃんって感じでしたね。で、これは、ね、自由に動き回れる世界での、まあ、こう、プレイになります。これは敵と戦っている様子だったり、で、その自由な世界にも、いろいろなね、こう、レールだったりとか、まあ、スピードアップするところだったりとか、もういろんなのがあるのね。で、謎解きも結構あるの。で、その謎解きをしつつ、そのアイテムを集めつつ、仲間をと、こうね、協力したりというか、まあ、仲間を助けるというか、まあね、詳しいことは言えないんですけど、はい、そういう風に、こう、いろんなこうね、戦い方、多分人によってそれぞれ違うんじゃないかなって思うぐらいに、いろんな戦い方で敵と戦っていったりします。はい、で、加速して、お、そしてまた、次はね、違った、ね、世界ですね。森がたくさんありますけど、そう、こういうレール、そしてジャンプ。で、その時にね、いろいろボタンを押すと、さらにね、こう、動きがね、こう、重なって、意外と難しいんだけど、そのアクションがね、楽しかったりするのよ。で、続いてが、これね、今多分スピードアタック、電脳空間って呼ばれる、そういう今までの、こういうソニックの良さが生きた、そういう空間での、プレイになります。ここもね、クリアすると、自分のタイムがね、何分何秒かっていうのを表示されて、自分のね、そのタイムのランクも表示されます。S、A、B とかね、C とかあったんですけど、なかなかね、S は出ない。僕、頑張ってやっと B 出せたかなってぐらいに、結構ね、コツも必要だし、もうね、その、やり込み要素がね、満載でしたね。で、さらに、こういう風に、アクションをしながらスキルを使って敵を倒す。ほら、もう、こんな自由な空間でこう飛び回ったりできるのよ。これね、うまくやってるからこう、ピュピュピュンって飛べるんであって、ね、いろんなルートでのね、そういうね、操作がありますんで、はい。いやー、ほんとにね、面白い、ね、ゲームです。まさに神ゲーだと思います。ね、一本道じゃないのよ。プレイ自体が。だから、本当にね、例えば僕みたいなゲーム実況者だったら、そのゲーム実況者の色が出る。うん、そういう、こう、視聴者さんにもね、いろんな形で面白さが伝わる、そういうゲームなんじゃないかなと思います。で、今の PV では、あんまりね、こう、お見せできなかったんですよ。けど、その謎解き要素が結構たくさんあるの。で、その謎を解くことによって、そのね、冒険のしやすさがね、いろいろ変わったりして、っていうね、そのバトルも楽しい、アクションも楽しい、謎解きも楽しい。で、さらにスピードアタックだったりとかね、そういうのもあるし、あとはすんごい大きい敵だったりとかね、先ほどもお見せしたように、そういうね、本当にたくさんの要素が含まれたゲームになっています。いやー、面白いゲームでしたよ。うん、ぜひね、皆さんね、11月8日発売の、ソニックフロンティアね、PS5 だったり PS4 だったりね、もうね、スイッチだったり、もういろんなね、そのゲームで楽しめるね、ゲームになっておりますので、ぜひね、皆さんもプレイしてみてください。ということで、ね、ソニックフロンティア面白そうなゲームだなってね、思ってくださった皆さん、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。またぜひマースオーゲームズチェックしてみてください。以上、マースオーゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。